ゆっくり霊夢です。ゆっくりフランだぞ。最近すごく暑くなってきたわね。冷房がないと室内でも熱中症になるんだぞ。私は早くも夏バテ気味で食欲がないわ。フランはちゃんと栄養とってる？フランは吸血鬼だから心配無用なんだぞ。あ、今回は栄養が不足気味の霊夢にぴったりな商品を紹介するんだぞ。あら、それはありがたいわね。ぜひ教えてちょうだい。ゆっくりしていってね。どうと言われましても、視聴者様全員チャンネル間違えたと思ってるぞ。誰がどう見てもゆっくり解説の冒頭だったんだぞ。他の世界線の私たちを普段観察してるからね、模倣するのは簡単よ。他の世界線ってなんだ？あ、知らなかったら知らなくていいのよ。フランにはまだ早かったかしら。495年生きてるやつに早いものはないだろ。視聴者様が飽きのこないように冒頭のネタを工夫してるってわけなのよ。冒頭だけ集めた動画を作るかも検討してるんだぞ。需要がニッチすぎるだろ。ちなみに、もしこのチャンネルが飽きられたらしれっとゆっくり解説チャンネルに転生します。却下。じゃあゲーム実況チャンネルに転生するんだぞ。せめて食べ物と関連付けてくれ。箸にも棒にもかからない茶番の話はもういいから、本題に入ろうぜ。むむ、さっきのお伏線だと思わないとは。H の魔女も大したことないんだぞ。なんだ？てめえ、迫力全くなくて草。今回いただく商品はこちら、完全飯。ああ、伏線ってそういうことね。当チャンネルに無駄な茶番なんてないんだぞ。最近いろんな完全飯が発売されているから試しに買ってみたわ。とりあえず完全飯について説明してくれ。美味しさはそのままに、理想的な栄養バランスを追求した日清のブランドらしいんだぞ。カップ麺でタンパク質 19.4g はすごいな。完璧な PFC バランスに33種類の栄養素、レタス 2.5 個分の食物繊維が含まれているわ。で、今回は UFO 汁なし担々麺なんだな。芝麻醤ってなんだ？これはチーマージャンって読むんだぜ。すごく簡単に言うとゴマのペーストだな。ゴマの風味も楽しめる汁なし担々麺ってところね。早く作るんだぞ。じゃあ作っていきますか。おぼせさ。なんか小袋がいっぱい入ってるんだぞ。まずは火薬、続いて液体のタレ、さらに仕上げオイル、そんでもって唐辛子、最後に粉末調味料だぜ。5つも入ってたわね。入れるの面倒なんだぞ。こんなに袋を開けるってことはそれだけこだわりがあるんだろうな。火薬を入れるぜ。ドバッ。暗くてよく見えないけど野菜と肉が入ってるわね。普通のカップ麺と変わらないわ。そしてお湯を注いで5分待つぜ。液体のタレと仕上げオイルも温めるんだぞ。待ってる間に完全飯についてもう少し解説するわね。ゆっくり解説の一面を見せるんだぞ。今回は UFO をいただくわけだが、他にどんな商品があるんだ？スムージーやグラノーラ、カツ丼やオムライスまで幅広くあるらしいわ。定期的に完全飯を届けてくれるサブスクまであるらしいんだぞ。ほう、それは栄養が偏りがちな一人暮らしにはいいかもしれないな。サブスクなどの詳細は公式サイトにあるから、興味ある方は概要欄から確認してね。で、気になるお値段はどうなんだ？お値段はちょっとお高めで、最低でも税込み400円を超えている印象よ。でも栄養バランスが完璧なら、400円払う価値はあると思うんだぞ。お高めの値段に見合った味なのかも確認したいところだぜ。ちなみにこの UFO は税込み430円だったわ。ちょっと解説してもらったところで、湯切り終わったところ。うるせえ、今喋ってんだろ。フラン、悪魔リサがいじめてくる。マリサは好きな子をいじめるタイプなんだぞ。あら、そうなの？素直じゃないんだから、私のこと大好き。じゃない。茶番はいいから仕上げていくぜ。まずは粉末調味料。小袋がいっぱいあるから順番を間違えないように注意するんだぞ。うわ、刺激のある香りがするわ。ちょっと舐めてみたが、ピリピリと痺れる辛さがあるぜ。というかなんか麺硬くないか？湯切りするの早かったかもしれん。辛辣で草。お料理チャンネルで失敗は許されないんだぞ。おは、ジャーマンポテト。ジャーマンポテトは近日中にリベンジするわよ。スーパーサンクスいただいたからやるしかないんだぜ。スポンサー様の意見は絶対なんだぞ。続きまして液体のタレ。このタレにチーマージャンが使われてるのね。ゴマの香りがするんだぞ。液体入ったから気合で麺をほぐすぜ。続いて仕上げのオイル。これは見るからに辛そうね。ラー油的なやつなのか？担々麺っぽい色になってきたな。最後は唐辛子ね。入れる量で辛さを選べるから助かるんだぞ。霊夢ちゃんは甘党だから少量かなや。ちょっと何全部入れてるのよ。甘えんじゃねえ。さ、香りが急にイカつくなってきたぜ。これ絶対めちゃ辛いやつだぞ。私食べなくていいかしら？というわけで完成だぜ。完全飯の味をチェックするんだぞ。ほら霊夢、食えよ。あ、そういうことします？大好きな霊夢には一番に食べてほしいんだぜ。悪意に満ちてて草。あ、もう食べればいいんでしょ。いただきます。
からして。ああ、舌が痺れて痛い痛い。結構辛いっぽいんだぞ。ほら、水でも飲め。ああ、辛味が口に広がって痛い。マリサ、激辛なものに水は悪手なんだぞ。あ、そうなの？クラウセダーフトジーフジコルプ。ああ、壊れちゃったんだぞ。じゃあ実験も済んだし、私たちもいただくか。なかなか強烈な辛さとゴマの香りが鼻を刺激するぜ。いただきます。おお、これはすごいな。この舌が痺れる感じは過小かな。霊夢はぶっ倒れたが辛いもの好きには癖になるぜ。チーマージャンはどうなんだ？チーマージャンを使った液体だれは、辛さの中にマイルドなゴマの旨味を引き出しているぜ。フランもいただくんだぞ。うまいんだぞ。痺れる辛さとヒリヒリする辛さ、マーラーをどちらも感じられるんだぞ。お、マーラーを知っているんだな。別件だぞ、伊達に長年吸血鬼をやってないんだぞ。マーは舌が痺れる辛さ、ラーは舌がヒリヒリする辛さを意味しているぜ。麺や火薬の味も申し分ないし、これで栄養まで豊富なのは素晴らしいと思うんだぞ。そうだな、正直栄養価を重視して味はいまいちなのかと思ってたぜ。じゃあ二人で残りを食べるんだぞ。そこの赤まんじゅうはまだ転がってるし、栄養を二等分するか。ごちそうさまでした。カップ麺としてはクオリティの高い商品だったんだぜ。時間がない時でも手軽に栄養摂取できるからこのお値段も納得だな。辛いものが好きな視聴者諸君はぜひ食べてほしいんだぞ。また機会があれば他の完全飯も紹介させていただくぜ。じゃあそろそろ霊夢を起こすんだぞ。起きろ、朝だぞ。むにゃむにゃ。漫画みたいなセリフ言ってないで早く起きろ。何よ、せっかく気持ちよく寝てたのに。でもう亡くなってるじゃない。もう食べちゃったんだぞ。私の分ないの。お腹減ってるのに。まあまあ、後で霊夢のために冷凍の汁なし担々麺食べさせてやるから。あっ、これ美味しいやつじゃない。これも日清の商品なんだぞ。こっちはチーマージャンがないものの、さっき食べたやつみたいな花椒入り唐辛子の小袋がついてるぜ。私好みの辛さに調整していただくわよ。こういった自分の好みに調整できるのは日清の気遣いというか優しさを感じるぜ。日清の優しさを感じたところで今回の動画は以上なんだぞ。完全飯未体験で食べたくなった方は高評価よろしくお願いしますだぜ。他の完全飯も気になる視聴者諸君はチャンネル登録よろしくなんだぞ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。